雨やみ雨やみ。今雨に降り込まれて全力疾走をしている僕は、主人に暇を出されたごく一般的な男の子。強いて違うところを挙げるとすれば、ヒハギに興味があるってことかな。名前は下人。そんなわけで帰り道にある羅生門にやってきたのだ。ふと見ると石段の上に一人のババアが座っていた。いいカツラ。そう思っていると、突然そのババアは僕の見ている目の前で女の死骸の髪の毛を外し始めたのだ。抜かないか。そういえばこのボロい門には引き取り手のない死人があることで有名なところだった。あらゆる悪に対する反感が強い僕は、誘われるままホイホイと牢のうちについて行っちゃったのだ。彼女ちょっと猿っぽいかつら職人で、老婆と名乗った。盗人にもなり慣れているらしく、牢内に入るなり僕は太刀の鞘を払ってしまった。よかったのかホイホイついてきて。わしは四寸ばかりに切った蛇だって構わないで食っちまう人間なんだぜ。下人の行方は誰も知らない。